どうも、谷パーさんです。今日はですね、こんな感じで、あの RX0 のですね、マーク2を三脚に置いて撮ってる感じですね。まあ、いつもはね、三脚、しっかりと大きい三脚で撮ってるんですけども、ちょっと今ラフな感じで撮らせていただいてますけども、まあね、今日はちょっとね、いろいろお仕事をさせていただきまして、あとはですね、いろいろちょ買い物なんかもしたんで、今日はね、ちょっとね、買ったものをね、ご紹介しようかなと。ちょっとね、いろいろちょっと僕も、ねりねりして、いろいろ買ったりしてるんで、今日はですね、ご紹介します。まずは、やっぱりこちらね、ほら、袋、見てください。こちらビッグカメラの袋でございますけどもね、やっぱりね、ちょっと RX0 ってすごいコンパクトでいいじゃないですか。で、1型センサーでいいんですけども、やっぱりね、もう2年ぐらい使ってるわけですよ。現役の最初の1から使うと。ね。そうするとですね、もうバッテリーがダメになっちゃうということで、今回はですね、バッテリー買ってきました。バッテリーと、そのバッテリーを充電できる、こちら、チャージャーですね。チャージャー付きのやつと、あとは、こちら。はい。はい。バッテリー、買ってまいりました。なんかね、もう、すぐバッテリーなくなっちゃうのよ。充電したのに。だから、こちらの2つを、買って、より充電をしやすいように。しやすいよって言うかね、撮影用のバッテリーをいっぱい持っとこうかなと思いまして、これをね、今日は買いました。そう、早速ちょっと開けましょう。そう、これはね、これすごく便利なのよね。はい。これこれこれ。これさ、マイクロ USB で充電できちゃうから、ほんとね、モバイルバッテリーさえあれば、RX0 を永遠に取れちゃう。結構さ、充電器とかね、必要だったりするじゃない。だけど、これだったらね、バッチリなんで、ちょっとね、今日全部、昔のやつを、ほら、いろいろあるんだよ、これね。前から使ってるやつ。で、RX01 から使ってるバッテリーなんかもあるから、それがね、すぐもうバッテリーがなくなってしまいますので、これをですね、もう、まあ、捨てるなり、リサイクル出すなりして、なんだろう。新しいね、バッテリーに交換しようかなと。あんまりにもね、なんだろう、充電の減りが早いから、さすがにだってもうね、2年経つからね、2年半ぐらい経つのかな。2年半は大げさか。1年半ぐらい経ってフル稼働で YouTube 撮ってて、で、前まではその元電源取ってやってなかったから、もう、なんだろう、電源が切れるまでやってたからね。それなんで、ちょっとこれはまずいなということで、ちょっとね、充電器買いました。チャージャーと。そして、あともう一個こちらのね。で、今ちょっとね、これ、古い方と一緒にしちゃうとあれなんで、これを、すごいね、なんか。これダメになるとなんとかってないんだね。あ、すごいね、これやっぱソニーさんのこのシールが。すごいシールになってるね。なんか、特殊なんだろうね。はい。なので、こちらを、今日はゲットしたってことですね。はい。そうです。すごいね、これ。充電器なのに、もう、説明書がいっぱい。すごいね、これ。はい。まあ、皆さん、説明書をお読みしていただいて、じゃあね、ちゃんと利用してください。はい。そして、続いてはね、こちら。はい、じゃーん。これね、皆さんわからないと思うんだよね。結構その、ラジコン系ではないので、どっちかというとね、ドローン系です。はい。ドローン系の、ものなんですけど、こちらですね、見ていただくと、はい。じゃーん。はい。はい、これはカメラでございます。はい。じゃーん。はい。これはですね、ドローン用の、カメラでございます。はい。これね、ドローン用のカメラで、こちらにマイクロ USB じゃないや、SD カード入れれば、
録画できちゃう、これね HD カメラ、要はドローンとかにつけたりするんだけど、この度こちらをですね、車のラジコンカーにつけようじゃないかということで、HD カメラ。まあ、ドローン用に使うね、HD カメラ。こちらが基板になっております。で、こっちが、SD カード、マイクロ SD カード入れるとかね。はい。で、こんな感じになってますね。これはね、ちょっとね、ドローン系に積みます。はい、ドローンに積みます。だけど今回は、車に住もうかなということで、車で、ラジコンカーを走らせるってやつでね、乗せるためにこちらのカメラを調整します。はい。はい、こんな感じでしょうかね。はい。まあ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 。まあこちらはね、ちょっとまだ、またちょっとでももう本当、いつだ ?2月の15、16だからもうすぐだよね。すぐすぐ。はい。そして、はい。今回、他に買ったものはこちらです。じゃ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 んと。はい。はい。こちら。はい。はい。結局買ったんですよ。こちら買いました。はい。はい。これね、京商さんの方で売ってるジェンズバッテリー。ね。はい。はい、こちら。じゃーんと。こちら 4000mm、 これね、昔の旧タイプのバッテリーと同じ形をしたやつで、リポバッテリーということで、で結構ねパワーのある電池が使えるということですね。であとはこっちの、はいはい、3500、これはねドリラジとか、バギー系に使おうかなということで、ちょっとニコニコで買いました。ニコニコ買いましたね。はい。まあちょっとこれも、その、メーカーフェアっていうので、ラジコン、ハンドルコントローラーで動かすラジコンを、作ったんで、それの用のバッテリーとして、買いました。はい。まあまあこんな感じですね。はい。まあちょっと、その、まあね、今回買ったものはこんな感じなんで、皆様、まあね、必要なもの買っていこうということで、まあどうしてもこれ必要なものだったんで、まあまあ買うしかないじゃないですか。なので、ゲットさせていただきましたね。はい、今日はですね、買ったものご紹介でございました。はい、まあちょっとね、必ず必要なものをね、ゲットしますんで、こういう感じにゲットして。まあ準備が大事なのでね、はい、僕もこれどうしても必要なものばっかなんでね、まあこれがいいんじゃないですかね。はい、まあだからちょっとこれを活用して、やっていきたいと思います。ではさようなら、バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。あとグッドボタンもお願いします。以上、タニパさんでした。バイバーイ。